ちは。こんにちは。先日ですね、はい、キムとヨーライさんかな、はいはい、イカゲームがなんかで、はいはい、あの型をやるやつ、うんうん、で型をね、うん、やるやつはほぼほぼ成功したと聞いておりますキム、はい、ただね、あ、まあ、今日はちょっとねキムがお出かけでいないのですけど、うん、こちらカルメ焼き、はい、みんなじゃないかもしれないですけどね、なんか知らんけどファンが多いのと、これ楽しいんですよやってる方もで、まあ普通のカルメ焼きは成功しなかった、はい、だけあのあとは頼んどきますよと、なるほどね、キムに言われてたので託されて、俺はやりたくなかったんですけどねやりたくなかったんか、こいつあのね失敗が続きすぎると、うん、心メンタルがやられるんですよ。あとあれが面倒やもんね、洗うのが、ね、もう飴がね固まったやつがなんで、はい、ただカルメ焼きのスペシャリストなんで、うん、はいはい、まあまあじゃあ普通のカルメ焼きちょっと見せたろうかなと、はい、そんなね、はい、ものすごいふっくらはちょっとできんかもしれんけど、いやものすごいふっくらお店で、いやそれはこれじゃちょっとね実はねあんまり納得してないよ、このぐらいいくかなと思ってた、カルメ焼き今日成功戦やったらやっと俺出てくるんで今回こだまさんです俺やったよ、もうこんぐらい出たよ成功した、木村くんは成功って言ってくれた、ああ、うん、じゃあ児玉さんの成功はどんぐらい膨らんだ、何膨らんだ、こんぐらい出るバカかならん、そんなもこもこ出るっていうから俺こんなん想像してたのね、トフぐらいを目指しますね、はいはいはい、はいはい、了解です、はい、じゃあ今回もう今年の指名ですね、カルメ焼きはもうそれはカルメ焼きはもう出てきませんカルメ焼きやります、はい、はい、よろしくお願いします。でね、材料一応おさらいしようかな、前回ね多分ね上白糖でやってたと思いますけど、あ、そうなの、はい、キムたちがね、はいはい、で今回はザラメと重曹と卵、はい、まああの白身しか使わないですけど、うん、これだけで結構です、あとお水ね、はい、はい、なんでまずね、じゃあ出しますよ、はい、どうぞ、ワンパクなタンパク、はい、あ、こういう割れ方、こういう割れ方、これほら恐竜の誕生でよくありそうやん、恐竜がそう生まれてきたから謎ですすごいかな、ここがね一番重要、その黒いの、あ、大丈夫大丈夫、はい、上積みだけね、上積みというかよくね、ドリンドリンになってないところ、もうこんなもんでいいです、白身は意外と分からんよ、うん、あの職人さんは知らんよけど、俺のね実践上白身をね入れれば入れるほどいいってもんじゃない、ちょっと生臭くなるもんね、そうそう、ね、味もね、うん、そうなんです、当たってきちゃんでしっかりじゃなくこれ潰してサラサラにしておきます、よし、こんなもんちょっと泡が混ざったかなぐらいで大丈夫です。ここに重曹ですね。久々するな。ちょっと久々でなったら緊張しますね。それに入れるんだったっけ？これに入れる。へー、ちょっと多いかな。それはもう簡単に取れるんだね。ちょっとだけ取ってもらっていいですか？で、ここに重曹を入れます。はい。そんなに入れるんだ。入れる。こいつがマジあのもう膨らまかすやつにものすごい重要なんで、うん、そんなんやったっけ、それを端にしつけて、そう、オッケー、多分結構いいのができた、うん、これよみんな成功するためにはよし、はい、準備は整った、整いました、であとはまあ火加減等とか、はい、これのね距離ね、緊張するね。じゃあまず児玉さんから言ってもらおうかな。はい、やるの俺。やるの。それじゃあ。これ見とくだけかと思って。わかったね。何回でできそうですか。おお。早く。はい。はい。オッケー。もう？嘘。オッケー。はい。あ、まあまあ。え？水。オッケー。ああ、はあ、はあ、違う、もうちょい、いいの、いいの、いいの、あと水は飛んでいって、ああ、はあ、はい、いきます、多分ね激強、あっちー最初ね、マジであの一
一番最初らへんは、うん、このカルメ焼き、道具が全然揃ってなかったんですよ。お玉でいけるやろみたいな感じとか、これも普通のやつとかね、そういうのでね、苦戦しましたね。でもそれでも一回成功したんですよ。普通の玉で。そう、めちゃくちゃ調べた、キムと柄の部分が溶けんやった。はい、ここの部分が溶けたっけな。いや、分からんけど、なんか溶けそうなイメージだっけ。あ、お玉が、うん、てなんか最初お玉はもう使われんことはなったですよね。焦げて。あ、火加減調整を。おお。この際失敗したらちゃんと洗ってください。いや、もう置いてから帰る。編集に行くわ俺。じゃあね、もう入れていいやろこれ。はい、もう入れていいやろ。あ、聞く？助言知ってるよ俺、前回やったけん。だいぶやったもんこれ。もっともっとネバーってなって、もっとジュワーってなってからやもんね。いや、でも一回で本当に成功する可能性あるけんね、うん、俺ら何回カルメ焼きしとるとやってあるけん。ベッコアメやろこれ。そうそうそう、ベッコアメ作るんやろ今から。ベッコアメ。でもベッコアメだと、もうこんぐらいでもできるんですよね。ああ、もう冷やせば固まるかな、うんうん、実際これベッコアメ作っててさ、あのご飯に入ってる、あ、弁当に入ってるアルミの、あれにこう、うん、そうそうそう、あれに移していきよったよ。ちょっとこぼれて、あ、こぼれたって言って拾おうとしてもうむちゃくちゃ熱かったの覚えてる。ベターってひっついて、冷やして、熱って冷やしたら固まるやろ。ちょっと待って、これ匂いで判断するけど。そうなん、うん、あ、まだ、まだ軽め。おお、だいぶ近くなってきたぞ。近づいてきたぞ、こりゃ、うんうんって言ったね、今。うんって言ったね、今。ものすごい確か。うんうん。うんって。まだね。これでそれやと思ったのが。よし、あ、いいかな。あ、あ、あ、ちょっと、あ、そうか、そうか、そうか。ちなみに。ごめん、ごめん、ごめん。はい、もう入れるよ、俺。はい、どうぞ。おい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 、どうこれ。あのね、うん、もう2択で言うと成功。あ、そう、はい、2択で言うと成功。60%ね。まあそんなにかな。まずね、範囲を俺言って、うん、いや、まずおめでとうございます。 ありがとうございます。いやね、めっちゃ上手やった。やった。ただ徳ちゃんにパッとかき混ぜてって言われた。あの途中不安の襲ってきたでしょ。あ、これ、いや、もう終わらない。早かったかなみたいな。あの時のね、うん、違う。なるほどね。ほら、ここもナイス、上手。これをどうにかすれば、もうちょっと綺麗な形になったわけね。範囲は、範囲は、うん、まず量。あー、全体の量がね、うん、全体の量と水の量、うん、で、まあまあやるか、じゃあやってみせてくださいよ、じゃあ。そうだね、こう、山のように。とか言って、俺、失敗する。いや、俺はちょっと膨らんだのが嬉しかった今。うん、いやいや、いや、途中は完全に諦めた、ね、60とかよりもむしろね、80、90。あ、そう、そんなに。はい、はい、膨らまんもんだって、本当の失敗。あ、もうまんま。はい、なんで途中、膨らまんやったのかな、俺の。あれは多分空気の、かき混ぜが多分足らないんだ。へー、ね、バッてしてるでしょ、うんうんうん、これだいぶ成功よ、うんうん、うまい。成功したら、いや、成功です。じゃあ今回は、はい、こんなの見せてくれるんやろ。頑張るよ、もう。これ量によったらこんなになるの。なるなる。ね、はい、よっす、よっす。
でもその時にどうしたお湯を成功おめでとうございます。ありがとうございます。あのカルメ焼きマイスターの称号を与えます。おっしゃ、木村君に見せびらかそう。じゃあレジェンドを自分で言ったらいいけど、いきます。お願いします。見せてください。あ、だいぶ違うね。倍やね、俺の。この入れ物の約半分ぐらい、はい、で、水の量がね、はいはい、俺の大体こんなもん。もうちょっとね、ザラメの方が多いぐらいだ。はい、上がもう本当に締めらんやったなぐらいのこんなもん。じゃあ、行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。手並み拝見と。水が少なかったように見えて、うん、この火を通すと、もうこんな、こんなジュクジュクなんです。砂糖が溶けたってこと？うん。カルメ焼き調べると、うん、いっぱい出てくるんですよ、こんなこんなとか。コツが？そうそう、うん、こうやってこうやったらみたいな。もうそんなん関係ない、もう全ては経験経験でね、どんぐらいがっていうこの度合いを学ぶしか俺はないと思う。あー、レインボー。ここで用意をしといて、はい、レインボー出せる？今！お！おお！これダメや今って言ったところが98ぐらいだったかもしれん。レインボーじゃなかった。あー、ついてこん。これは早かった。あとここに置くのも早かったやつ、多分。まだサマさんでよかった、うん、もうこんなこれね、早めにそいで。あー、なんやろ。めちゃくちゃショックがでかい。ああ、でもレインボー見たかったな。まだ紹介のクイズです。気を取り直して。はい、どうする？1回目のテイリング。いや失敗したのはもう失敗したんでね。いきます。はい、まあ最初の方はですよね。大丈夫ですよね。どうしたの？もう、もう心折れとるけんな。大丈夫、またカラメルと匂いしてきてない？今度攻めますよ、ギリギリまで、うん、急激にカラメルになるよね、グワッ。なる、黒、ね、もう焦げってなる。あ、匂いが、あ、違う、さっきダメ、アウトってしてきます。焦げたら固まらんの？固まります、固まる。固まらない。そしたらもう、もうものすごい、あの、膨らまんの？膨らまん。今で98ぐらいかな。うん、新保留、新文字。これ来るやろ、兄ちゃん。よかったな、当たったな。いきます。お、レインボー保留出たか。出るよ。出たー。空気が早かったかな、冷ますのが。すのが、いや、冷ますのが。あー、早う、もうグーって、なんかガチってなったって固まったね、うん、いやでも成功じゃないの？物としてはできたカルメ焼きでしょ、うん、ただ、ちょっと待って、審議。あ、いってるいってる。ちょい出てる。ちょい出てる、出てる、出てる、出てる。いや、まあ 80% かな。経験はあるね。なんで恋が1回でもいらないんだろうな。は
はい、マイスター剥奪。剥奪ですね、これ本当に、カルメビトぐらいにしとけば。カルメビト。なんで、やっぱね、こいつね、焦らしてくるもんね。カルメ焼きやっぱこれ、あれだったんじゃないの、紙だけの方が良かったんじゃないの、うん、うん、俺もね、なんかね、今まで成功したやつはほとんど冷やさずの方が率が高かったんですよね。よいしょ。おーし。でも外してみると結構意外にいいのできてる。ひっくり返してみて。ほら、あっ、あー、焦げるあれって感じね、ギリの、うん、もうちょい攻め切ってたらもうちょっとなんかなるかは分かんないです。ブーって膨らんだ後に冷やしたらここの裏側が抑えれるってことだよね、うん、そうそう、うん、せっけん冷やしすぎたらあんでいくと、まあ、明らかに固まったっすもんね、うん、ねーぐーってで、うんってなった瞬間なんかへのごとくのって出たけん、あーでもいい感じよ。あこの辺とかすごいね、うん、じゃあね、一応ご飯なので、ご飯食べ物なので、はいはい、自食してみます。いきます。これふわふわになってそうな感じ。下気をつけてね。うんうん、おいしい。生臭さもうんないですね。うん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 、いやこうですよ。うん、うん、この厚み見たら全然成功じゃん、うん、結構やっぱいいのはできた、うんうん、最初の1回見て何個よ。まあ今年の締めのカルメ焼き、はい、これぐらいで許してもらえないでしょうか、はい、で来年あるのかないのかは分かりません、はい、カルメ焼きは作ると楽しいので皆さんも真似して作ってみてください。じゃあまだね他にも動画あるんですけど、はい、カルメ焼きはここで終わりなので、良いお年を。良いお年を。一回でなんでできんかな。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、し。はい。